をつけてく。敵一体、敵の先制攻撃です。レイ、何の。私から離れるな。サブリーダーは呪われてます。今攻撃するのは危険です。攻撃した分やられるわけか。僕に任せてください。イザナギ、みんな頑張れ。守って、共に。ゼン君とレイちゃんが呪われてます。攻撃は避けるべきです。今は攻撃やめておこう。下手に手を出すと例にも危害が。僕に任せてください。行け、いただき。みんな頑張れ。行くよ、止まれ。スタミナ切れだ。温存しないと。まだついざなぎ。すごいですね。さすがはリーダーです。シャー行きますよ。よしよしよし、コロちゃん。お、俺もいいっすか。うお、俺もふさふさ。普通に嫌がってんな。普通にへこむっす。見たくないよ。うわ、熊というものがありながら、どこの犬の羽ともわからん相手に手を出しおって。妙な言い方すんじゃねえ。つかお前触らせねえだろうな。まあ熊はナウナガールになでなでしてもらいますし。あー、ちーちゃん、ゆきちゃん。おお、コロちゃんだ。よしよし、ふかふかだね。お、俺の時と態度ちげえぞ。くすぐったいよ、マサムネ。勝手に武将の名前つけんなっての。ちょっと皆さん、たかが犬に夢中すぎるでしょ。犬っころよ、この丸だけに。うぷっぷ。お前はたかが着ぐるみだろうが。コロちゃんすごいよね。亡くなった飼い主さんの代わりに神社をずっと守ってたんだって。えらいじゃん。そんな中堅本当にいるんだ。クマだって毎日ジュネスの前でユウスケ待ってるクマよ。お菓子ねだるためでしょ。コロちゃんと同列で語るなっつの。ぐにゅにゅ。
クマは戦闘では頼りになるやつだと。コロマ、ほほー、犬にしてはコロマルもなかなか分かっとりますな。こんな時も相手を気遣えるなんて本当に大人なんだね、三成。せめて名前統一しなよ。つうか熊吉もアイスばっか食ってないでコロちゃん見習いなよ。ぐんにゃんにゃんにゃ。階段です。先に進みますか。迷える子羊さんにまたまた朗報だ。お探しの部屋まではなんとあとそこそこ距離がありそうだぞ。君たちは頑張ってもいいし頑張らなくてもいい。だが頑張らないと危険が降りかかる可能性があってもいいし、あってもいい。え？気をつけてください。迷える子羊さんは迷える羊さんに成長した頃かもしれないぞ。だが安心はできないのだ。敵も運命の選択も回を重ねるごとにより激しく難しくなっていくだろう。ここフフ第5問が始まるぞ。小腹が空いたら、それで本当にいい？知らんが、この質問はいつまで続くんだ。まあまあ、せっかくだし、真田さんもこの機に女心を学んだらいいんじゃないですか。そしたら運命の相手と巡り合うかも。俺と千鳥みたいに。運命の相手ね。この順平でも見つかるんだから、ちゃんと世界のどこかにいるのかもね。ええ、この純平さんにもちゃんと春はやってきたであります。このってつけるな。じゃああの純平、俺の扱いどんだけ低いの。発令するよ、俺様哀れみの霊。俺様哀れみの霊。純平さんから教わったことがあります。1685年に発令された法令で、純平さんに対しバッタ以下の扱いをしてはならないという。あっそ、バッタ以上ってどの程度？お前のバッタの地位高いな。そうそう、人扱いしてってことなの。言葉にさせないで。とにかく運命どうたらで浮かれてるのは純平くらいだろ。白番を見てみろ。え、あの、僕…何言ってんだ、アキ。こいつ女じゃねえか。女？だが、男の制服を着てるじゃないか。別にどんな格好しようが、人の自由じゃないですか。え、マジで女の子なの？ナオトって名前、もしかして偽名？です。男性だけの名前じゃないでしょ。戦いにおいては男も女もない。服装についても性別による縛りなど前時代的だと思う。そうですよ、その通りだと僕。あ、いや、そういうあれじゃなくて。でお前気づいてた？
うん、え、絶対嘘だろう。しかしそっちにこんな隠し玉が潜んでたとはな。ナオッチ、うん、なるほどね。ナオッチってか、新垣さんがわかるとか意外っすね。あ、見りゃわかんだろ。俺、わかんなかったっす。ずっとずっとわかんなかったっす。お前、慰めてくれるのか。触っていいか。触ってほしくないようです。言葉にもしてほしくないっす。最年少の子羊さんに質問だ。朝食。え？運命とは全く関係がない質問を戯れにしてみたところで第6問だ。え？君は答えてもいいし、答えてもいい。極めるなら絶対この道。それで本当にいい？それで本当にいい？